じゃあちょっと化粧を閉じていきます。ちょっと今肌荒れてるんですよね。こうちっちゃいプツプツがこういうとことかできちゃってるんで、やっていきます。まずね、アイメイクを先に落とします。で、このクラランスのアイメイクリムーバー、これ2層になってるんで、これをよく振ってコットンに出します。おお、垂れちゃった。こういう感じで出したらですね、こうアイメイクを落とすんですけど、こすらず浸透させてピヨン、この感じです。結構取れます。わかるかな、こんな感じでこうやって結構落ちます。ほい、しっかりと落とします。うん。で、マスカラは私お洋服のやつを使ってるんで、マスカラはあんまり気にせずアイラインとアイシャドウ落とします。はい、こういう感じで落ちたなと思ったら、次はこの、あんまり売ってないのかもしれないんですけど、エステで友達に紹介してもらったスミス楓ちゃんって私お友達モデルの子がいるんですけど、楓ちゃんすっごいお肌綺麗で、その楓ちゃんがすごいおすすめしてくれて、なんかサロンで売ってる泥のクレイウォッシュですね、弱酸性の洗顔料です。なんですけど、日焼け止めとか乳液とか、まあ、ベースメイクとかだったらこれで落とせるので、これを落とします。で、これをこうやって手に取り伸ばして優しく顔全体に塗って、で、こすらないように撫でる感じで、で、温かめのお湯、ぬるま湯よりちょっと温かい流します。ほら、結構もうこれだけで落ちました。あとはマスカラが結構そのお洋服なんで、こうやって手でこうやってつまんで、結構しっかりぬるま湯でバシャバシャしますね。こんな感じで流したらですね、アイメイクとかしてなくてベースメイクか日焼け止めだけの時は本当ね、さっきの1本で終わっちゃうんですけど、そうじゃない時はこのエファクラ・ラ・ロシュ・ポゼのね、洗顔をこの網やみに出して、まあ、これぐらいですかね。で、ちょっとお湯をのせて、こうほいほい、もこもこきめの細かい泡を作ります。ほら、結構大量に泡がよいしょ、できました。これを顔全体に塗って、手で直接肌を触らないように、こう泡で毛穴の隅々まで洗うイメージで、ほい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 、こんな感じです。はい、バッチリです。はい、で、これを流します。はい、流しました。ほい、顔洗いました。こんな感じで顔洗ったらですね、タオルで優しく拭き、こうちょっと水分がなくなったら、最近は夜毎日この酒粕パックを塗ってるんですよ。で、一応これの裏には毎日とかじゃなくて週に 2,3 回の使用をおすすめしますって書いてあるんですけど、私は毎日やってます。なんか全然ヒリヒリとか突っ張りとかしなくて、結構肌に優しい感じがするので、ほい、普通にスキンケアの一環としてやってます。こんな感じで塗ったらですね、10分置きます。ほい、10分経過しました。おー、いい感じに。そんなね、10分経ってもカピカピになんないんですよ、酒粕だから。基本ずっとこうしっとりしてます。で、この酒粕パックは結構なんだろう、しっかり流さないと落ちないんですよ。なんでしっかり水っていうかぬるま湯で流すのが大事なんですけど、決してこうゴシゴシしない、どんな時も摩擦は起こさないようにっていうのはすごい気をつけてやります。では、はい、落ちましたね。そしたらふわふわのタオルでこうポンポンポンって水分を取ります。そしたらもうこの状態から、この状態からすぐスキンケア、まずこのアスレティアのローションをたっぷり手に取って染み込ませます。染み込め染み込め、あー気持ちいい、顔洗うってすっごい気持ちいい。で、こういう感じ、染み込ませます。もうほんと染み込めって思う、ぽい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 、はい、まあよく浸透させます。余ったローション腕とかに塗りがち、肘とかやっぱ肘の黒ずみとか気になるでしょ、塗りがち、一緒にこことこマッサージしがち。そして続いてですね、
これまたね、スミスカエルちゃんに教えてもらったアイテムなんですけど、ナチュレリカバかな、なんかこれはね、ブースターなんですよ。ブーストエッセンス、こう透明のジェルですっごいサラサラしてて、これを顔全体に塗ります。もう無臭のね、本当に美容液の導入を助けてくれるっていうか、これを塗ると肌がなんかね、均一になる感じがします。これ塗ったら、これも同じところなんですけど、ナチュレリカバーかな。すごい敏感肌とかにも多分絶対使えるぐらい、すごいね、肌に優しいんですよ。刺激ゼロで香りもなくてすごい良いです。でこれがセラムなんだけど、乳液みたいな感じで、スポイトで取るより、私はスポイトについたの手にのせて使うのが好きなんだけど、こういう感じで本当乳液ですね。これもすっごい伸びが良くて、すごい浸透してくれます、肌に。でこれを全体に塗ります。これを塗るとね、すっごい肌がもちっとします。はい。で最後にラロッシュポゼのトレディアンウルトラ保湿クリーム、これ敏感肌用ですね。これは本当に保湿効果が抜群で、これも香りがないのがすごい好きで、これボトルの中でさらに密閉されてるんですよ。このジップロックみたいな感じで、空気が全く入らない仕様になってて、使っても使っても空気が入らないので酸化しなくて、ずっとこうフレッシュなまま。クリームは結構固めのクリームなんですけど、固めなのにすっごい伸びて、で保湿力が抜群で、敏感肌用なのでこう刺激がなくて、で潤いを閉じ込めてくれる、なのにすごい潤うのにベタつかなくて結構サラサラなんですよね。それがすごい好きです。はい、って感じで私のスキンケア終わりです。ちょっと今日はね、やっぱいつもより丁寧にやったんで、やたら顔を触っちゃいましたけど、普段はもうちょっと手際よくペペペペペってやってます。はい、一通り終わりです。参考になればいいんですけど、なんかマスクしてるとね、ここら辺痒くなるんですよね。化学繊維だからかな。なんでできるだけスキンケアは丁寧にやりたいと思います。あとマスク、やっぱすっぴんでマスクつけると荒れちゃうか、私は結構逆に化粧したりもするんだけど、悩みどころです。ということで最近のスキンケアです。なんかさ、この角度だとさ、服着てないみたいになるけど、着てるからね、これちゃんと。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。参考になったら嬉しいです。高評価ボタンとチャンネル登録してくれると嬉しいです。じゃあまたね。ありがとう。